私たちは一旦道を間違えました。はい、助けていただいております。気をつけますね。夜空っていうのはものすごく怖いんですよ。もう感覚的に動いてしまうととんでもないです。今みたいに何も標識が出てこなかったらおかしいと思われる。何にもないやろ、もう札とか矢印とか、はい、でもこれ私が言っとるからやけど、うん、あそこに矢印あるよな。はい、今それにすごく止まりました、目が。でこっち見たら花折れ道で矢印があるよね。はい、通り過ぎてからじゃないとわからない。ああ。2人で話しながら行ったら余計に分からない。1人やったらまだ絶対になるけど、これわざわざ、ね、こっち行きなさいよ。でこれは自分家の人の矢印。ああ、そうか。本来こっちから降りてくる、うん、これは自分家の人の矢印と、その黒いのはもう、うん、あ、本当だ、出てきた。これが出てきたら逆に逆位置のコースにおるいうこと。あ、本来こっちからこう行く人のためなんです。はい、3サロ4サロ行ったら必ず自分で確認しないと、はい、今の心境一言。すごい難しいだよね。66丁、1丁というのは109メーター、66いうことは110メーターですね。 7.2キロ、約109メーターというのはもう単純に110メーターで計算したんです。間違えました。元は元のところ入ったら標識のないところに行ってしまったから間違えて、今歩いてたら反対向きで矢印がありました。雨が激しくなってきましたね。先ほど道を間違えた我々でございます。今ですね、69丁から70丁というところに差し掛かりまして、そして周りはまたしてもすごい霧の中です。雨と霧の中歩く今年の最初のお遍路です。風邪をひかないように頑張ります。ここでアスファルトの道とはお別れですね。はい、はい、じゃあこっち行きましょう。実は先ほどのところからはアスファルトの道にトラックが通るということで、ここの道は山を、整えて村の人が作ってくれた道なんだそうです。ありがたいですね。気をつけてね。